It was good, your boy, S to the H. Oh, and you're not watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, Sama Yuki, bye bye! Hey! はい、ということでですね、本日4月8日ですけれども、はい、今日は何の日かと言いますと、お、何の日でしょう？あるアーティストの誕生日ということで、ちょっと今日、もう早速、共有していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、本日ですね、私のコーナー、Bars ということで、リリックについて解説していくコーナーなんですけれども、今日扱う曲、こちらですね、本日、誕生日を迎えました、ビズマーキーの Just a Friend、こちらを扱っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。で、これ、聞いたことありますよね。はい、もちろん。ありますよね。はい。で、ちょっと、これ、かわいい、私が生まれた1989年の、曲なんで、ちょっと、まあ、語り継いでいこうというようなこともありまして、ちょっとこのビズマーキーの誕生日のこの機会にですね、はい、扱ってみようと思います。はい、楽曲の概要をお伝えした上で、気になるリリックをちょっとお伝えしていきたいと思うんですけれども、まずこちらですね、1989年の、9月26日リリースと。ということで、このアルバム、この曲が収録されているアルバムですね。こちらが、The Beast Never Sleeps というアルバムなんですけれども、これが出たの、翌月の10月になりますんで、その、先行シングルとして、出てきたというふうな感じになります。で、まあ、商業的な、ところで言うと、ビルボードの最高9位を記録したというふうなことになってます。で、まあ、サンプルですね。皆さん、ご存知の、You got what I need っていう、部分ですね。とか、あと、まあ、ビートの部分、2つ、この曲入れてますけれども、まあ、こういった曲をサンプルしてると。リー・ドーシーの Get Out of My Life, Woman と、フレディ・スコットの You got what I need。こちらですね。で、やっぱりこの曲、聴いてる中で、一番こう印象に残る、耳に残る部分って、やっぱりコーラスの部分なんじゃないかなっていうふうに思うんです。そうですね。かわいらしい。かわいらしい、そう。なんか、いわゆる、なんでしょう、下手馬っていうんですかね。ああ。なんか感じがこうね、耳に残って、かわいらしい、ファニーな感じに響くと思うんですけれども、あれなんとね、もともと自分で歌うはずじゃなかったみたいな。あ、そうなの？そう。で、なんか他の人歌う。みたいな感じだったらしいんですけれども、ただなんか当日スタジオに誰も来なかったから自分が歌うことになった。なんでそれ？その偶然が何でしょう、耳に残るこうコーラスを生み出したということで、まあ怪我の巧妙といいますか、こういうこともあるんだなというふうな感じですね。はい。なんか歌いたいとか言い出しそうだけどね。そうですよね。なんかそういうキャラっていうか、うん。何かそう。どうする、なんか 俺もなんかこの間のあの曲の時にさ、俺がスタジオ来なかったら、ユキとかなんか俺の分のバスを一緒にレコーディングするみたいな感じになるわけです。そうそうそう。はい、でですね、まあ、コンプレックス氏が、これ、史上最もファニーなラップ楽曲というふうなことで選出していて、まあ、その内容どんな感じなんですかと。いうところはちょっとこれから見ていきたいと思うんですけれども、この曲ですね、やっぱり本当に歴史に残る名曲なので、いろんなところでこう引用されています。うん、まあ、例えば、すごい、一番わかりやすい例で言うと、50セントのベストフレンドという曲だったりとか、あとですね、カバーも結構されてまして、まあ、マリオとか、まあ、そのあたりがこうカバーしているということで、まあ、この楽曲、3バースからなる楽曲なんですけれども、ある物語を伝えている曲なんですね。うん、で、ある実話に基づく物語なんですけれども、うん、果たしてビズマーキー、どのような目にやって、うん、こんな物語を紡ぐことになったのかというところですね、ちょっと今から見ていきたいと思います。うん、はい。はい、1個目ですね、コンサートでの出会いということで、うん、やっぱりビズマーキー、ラッパーですので、ツアーで、いろんなところ、コンサートこうやって回っていて、まあ、そんな中で、うん、まあ、ある女の子と出会ったというところが、この、物語の始まりになります。はい。で、まあ、この女の子の特徴としては、長い髪とミニスカートだったりとか、うん、あと、名前なんていうのって聞いたときに、彼女はね、こう答えます。ブラブラブラ。はい、で、これ、ブラブラブラって、これ、まあ、実際にこう答えかといたのが、本当かどうかっていうと、多分違うんじゃないかなと思うんですけれども、よく、ペラペラとか、ベラベラとか、なんとかかんとかっていうのを言うときに、英語で、ブラブラっていうふうに言ったりするんですよ。それをなんか、この曲の中では、そのままこう、名前として、扱って
ブラブラが何々したみたいな感じの言い方をこの後も出てくるんですけれども、まあ、そんな感じで言っています。うんうんうん、だからここでは一旦ブラブラブラっていうのが名前だというふうなことにしましょう。で、ビズマーキーのですね、コンサートを見た彼女なんですけれども、そのコンサート終わった後に、まあ、ビズマーキーの方から声かけて、で、写真撮影に及んで、うん、で、ショーの感想どうだったみたいな感じで言っても、すごい良かったみたいな感じで、すごい好感触だったわけですね。うん、ただ、ちょっと一個だけ、不安要素がありましたと。うん、それは何かっていうと、彼氏はいうふうに聞いたときに、うん、いや、友達だけ、男友達ならいるよ、みたいな感じ。そんな感じの質問、答え方をしたんです。で、ここで、ここからですね、ちょっと物語を展開していくという話なんですけれども、うん、じゃあ、この1バース目でですね、ちょっと、印象に残った、1行をですね、私の方から紹介させていただきたいと思います。ちょっとこの、あらすじのなんかこう、なんだろう、キーになるところとかっていうよりは、まあ、単純にその、言い方が面白かったりとか、まあ、そういうところをちょっと紹介したいと思うんですけれども、はい。これですね。はい。I started throwing bass, she started throwing back mid-range というふうな一文があります。でですね、これね、何が面白いかっていうと、I started, 私は何々し始めました。何し始めたかっていうと、throwing bass。ベースを投げ始めました。これ何のことかっていうと、throw bass っていうふうな言い方をすることによって、なんか女の子をくどくとか、イチャイチャ話すとか、そんな感じの意味になるんですね。はい、なんですけれども、これちょっと面白いのが、ベース、まあ、ベースって言ったら、その、楽器のベースもありますよね。うんうんうん、で、楽器のベースってやっぱりこの低い音がこう特徴的じゃないですか。うん、で、これ何を表してるかっていうと、ビズマーキーのこの女の子に対する話し方を、なんか低い声でこう、お嬢さん、今日はみたいな感じでこう多分言ったんでしょうね。うんはい、でそれに対して、彼女はそれよりもちょっとこう高いミッドレンジの、音の高音の高さで、それに対して答えたみたいな感じの。その、スローベースっていうのが、その、くどくとかイチャイチャ話すとかっていうのと、あと本当にこう低い声で話すっていうのの2つの意味がかけられていて、うん、それに対してこうミッドレンジっていうのが出てくるということになります。うん。うんうんうん。はい。です。でですね、いいね。そんな感じの、出会いを経た、ビズマーキーなんですけれども、次。はい。はい。ツアーが終わって日常に戻りますということになります。で、この女の子ですね、ブラブラブラなんですけれども、大学生ですということで、その多分夏休みの間とかに、そのビズマーキーがそのツアー回ってるところで、こう、会ってっていうふうな感じだと思うんですけれども、それが、終わって、学校が始まってというふうな感じ。おのおのがですね、それぞれの日常に戻ったということになります。うん、で、やっぱミズマーキーとしては、このブラブラブラのことすごい気になるんで、結構たびたび電話するということをしてたわけなんですけれども、電話するとですね、なんかこう知らない男が出てくる。で、当時、携帯電話じゃなくて、固定電話なんで、なんか男は出たからといって、それがもう確実になんかこう浮気相手とか、彼氏がいるとか、そんな感じにこう、結びつくわけではないんですけれども、でも、ちょっと、なんかこれ怪しいんじゃないかな、みたいな感じ。まあねー。で、あれ誰っていうふうな感じ。その電話変わった後に、聞いても、いや、これただの友達で。うん。1バース目に続いて、やっぱりただの友達というふうな言葉が出てくるということで、さあ、これどうなってしまうんでしょうというふうなことで、入っておきます。で、この2バース目でも、ちょっと、気になる、LINE をご紹介したいと思うんですけども、こちらです。うん。Because I have friends and that's a fact. Like Agnes,、Agatha,、Germaine, and Jack. というふうなことで、これ出てきます。で、これ何かっていうと、その、1バース目の最後の方で、彼女にこう、友達、そのなんだろう、彼氏はいるのって尋ねたときに、友達がうんぬみたいな感じの話が出てきます。それ、友達って言ってるけど、友達だったら確かに俺もいるしな、みたいな感じで、ビズマーキーが自分をこう、落ち着かせようとするわけですね。で、ここでちょっと面白いのが、この出てくる、A から始まる、このアグネス、アガサ、ジャーメイン、ジャックってところなんですけれども、何だと思います、これ。何だろう。アグネス、アガサ、ジャーメイン、ジャック。これね、全部ね、お酒の名前なんですよ。あ、そうなの？アグネス、そう、アグネスってね、これ、アグネスブランディ、ブランデーですね。で、アガサっていうのはこれなんかカクテルみたいなんですけれども、
あと、ジャーメインっていうのが、うん、まあ、これもなんか、リキュールかなみたいな感じで、まあ、ジャックは、あの、うん、皆さんご存知のジャック・ダニエルと。うん。で、まあ、全部その友、あの、友達と言いながら、あの、お酒の名前をこう、うん、出してきて、まあ、ちょっと、あの、うん、話がこう、横道に逸れた後で、いやいや、ちょっと待って、うん、一旦、あの、その女の子との話をしなきゃみたいな感じで、こう、戻っていくというふうな、ちょっと、あの、横道に逸れるような、こう、遊び心があるような、まあ、そんな部分が、はい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 。いい感じですね。さて、先ほどですね、電話をしたらなんか男は出てくるけれども、うん、まあ友達って言ってたし、まあ友達なのかな、うん、いうふうに思っていた、そんな矢先。はい。最後ですね、衝撃の展開と悲しい結末が待っていました。うん、まあ、ラッパーのビズマーキー君、彼女のですね、大学にサプライズ訪問をちょっと企てるわけです。はいはい。はい。はい、たまたま、こう、いきなりこう行ったら彼女も喜ぶだろうみたいな感じで。うん。言ったわけなんですけれども、まあ、そのまず門のところで書類をこう記入させられるというふうなことで、うん、まあ、ここでこういろいろ書類記入して、で、あの、その係の人に、あの、こういう寮があるはずなんだけどそれってどこみたいな感じで聞いて、まあ、道を教えてもらって、で、まあ、その彼女のいる寮の方に向かいました、うん、で、まあ、寮の部屋番号ですね、まあ、3番の部屋のところですね、まあ、何も知らずにこうドアを開けたところ、いましたということで、あの、これ、ミニのイラストね、あの、ほっぺにこう注意してるのがありますけれども、あの、実際にビズマーキーが見た光景っていうのはこうじゃなくて、もう、あの、うん、ベロ中でしたと。本人が言ってました。はい、ああ。なんで、あの、そこでもう失意の底にこう立ち、あの、落とされたというふうなことがあります。うん、でですね、最後のこの曲、3バース目の最後に、あの、こんなことをビズマーキーがメッセージとして残してるんですけれども、まあ、ただ友達がいるだけというふうな女の子はもう信用するな。まあ、そういうことだというふうなことを言ってました。うん、はい。なんかね、悲しいね。なんかビズマーキーのそのビジュアルも相まってなんかちょっといいね。え、そうですね。切ないよね。こういう、そう、こういう役がなんかこう、うん、いたらあれですけど、なんか似合う感じもしますね。うん。うんはい、でちょっと3バース目でですね、私的にちょっと気になったラインこんな感じで紹介したいと思うんですけども、うん、So I came to her room and opened the door. Oh snap, guess what I saw? I felt a tongue kissing my girl in her mouth. I was so in shock. My heart went down south. というふうなことになっています、うん、So だから私は彼女の、部屋にやってきて、まあ、ドアを開けた、うん、そしたら、うん、あらと、まあ、スナップっていうのはそのなんか、そういう感じの、なんだ、場面がこう切り替わる感じのところですね。で、Guess what I saw?、うん、俺は何を見たと思うかと。うん、I feel a tongue kissing my girl. ある男が、まあ、俺の女にディープキスをしていた。うん、In her mouth.、うん、口にですね。うん、で、私は I was so in shock.、すごいショックを受けて、それでこうちょっと面白いのが、mouth と south で踏んでるんですけども、うん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 、my heart went down south。要はこれ、心臓がこう落ちる感じ。心臓落ちるっていうのは、結局上か下かでいうとこう下に落ちるわけなんですけれども、うんうんうん、まあ、その下っていうのを、south、南っていうふうにこう言ってる。うん、まあ、その地図でこう南っていうのはこう下の方にあるんで、これによって、あの、本当に心臓が下に落ちたんだっていうふうなことを表す。うん、感じですね。で、これなんか go south とかっていうふうに言うと、これ、あの、性的な表現でも、そのなんか下半身を攻めるみたいな感じの意味になるらしくて、まあ、そんな感じで go south、こう下っていうのをこう一般に表すのに使うみたいなんですね。なんで、まあ、こういうふうな使い方もありますよというふうなことで、押さえておいていただければというふうに思います。はい。はい、今回参考にした、サイト、こちらの2つになります。はい、ということでですね、ビズマーキンさん、この誕生日に、辛い思い出を、思い起こさせてしまって大変申し訳ないんですけれども、ただ本日、57歳ということで57なの。そう、57なんだ。はい、おお、いいですね。もう、はい、大ベテランなんで、まあ、57歳ということですね。そんな彼を、祝福して、彼の大ヒット曲、一番のヒット曲、こちらやっぱ、ジャストフレンドだと思いますので、そちらをみんなで歌えればいいんじゃないかなというふうに思います。はい、今回扱ったこの曲の、情報ですね、概要欄に載せておきますので、そちらからでチェックしてみてください。はい、それではご覧の皆さんのチャンネル登録、そして通知ボタン押しておいてください。それと、あとですね、SNS なんかで、感想、
とか、横やり何や、何やらいろいろつぶやいていただけると僕たちも嬉しいので絡みに行きます、はい、ぜひお願いします。お願いします。ではまたお会いしましょう、はい、ピース。ピース。